日本鹿児島県日置市移住院町井の、現移住院町井の原は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院里小井の原村。日置郡中移住院村大技井の原。日置郡移住院町大技井の原。郵便番号は 899-2524? 人口は199人。世帯数は84世帯。日置市の中部。 長吉川の上流域に位置している。阿佐駅の北半分は、日置市住院町下山口、南半分は西方に、日置市住院町古城、南方には、鹿児島市、入里町、東方には、鹿児島市上谷口町、直木町にそれぞれ隣接している。海抜160メートルの大地上にあり、左園が多くを占めている。また、大地の下にある旧松本町との境界付近には、 電磁がある。阿佐駅の中央部を日置広行き農道が東西に通り南端部を長吉川が流れる。恋の原という地名は古くに源のためともがこの地に来て長者の娘に恋し住んだという伝説に由来している。地内にはため、朝原と呼ばれる源のためともの住居跡があり、他にもため朝松と呼ばれた巨大な松の木があったが、現在は古死している。 恋の原は古くは恋の原名と称しており、恋の原名という地名は、戦国時代より見え、薩摩国移住院のうちの名だのであった。英正11年の移住院諏訪斎霊番町に、記述が見えるのが初見であるとされる。法徳2年に、移住院を、それまで治めていた移住院氏の八代当主移住院、広志9が日後へ亡命し、囲碁移住院の区域は、島津市の直轄領となった。 江戸時代の恋の原村は、薩摩国費置き軍移住院座とのうちであった。村高は、天保郷町及び、軍村高辻町では257国余り、三州五地西洋欄には264国余り、急行給料取調べ町には288国余りであったと記されている。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、 移住院座との中部の区域より中移住院村が成立し、それまでの恋の原村は中移住院村の大技、恋の原となった。1936年に中移住院村が調整施行し移住院長となり、移住院長の大技となった。2005年5月1日に移住院長が日置郡吹上町、東市木町、日吉町と合併し、日置市が成立した。 この合併に先立って設置された法定合併協議会である日沖中央合併協議会において大技名については字の区域は現行通りとし現行の字の名称の前に当該字の属する合併前の町の名称を付し字の名称を変更すると協定された合併日の2005年5月1日に鹿児島県の告示である字の名称の変更が 鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が恋の原から日置市の大技移住委員長恋の原に解消された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。